今水田さんの方から、ご紹介ありましたが、今回、原発事故の避難区域外から避難されていらっしゃった8世帯の方々に対して、これまで、供与されていた住宅のですね、住宅の共有主体からですね、もう打ち切ったのだからもう出ていけという明け渡し訴訟が、提起されることになりました。第1回目の口頭弁論記述が、来週21日の、午後1時30分から、山形地方裁判所で予定されております。私を含めですね、何名かの、弁護士で、弁護団を、構成しまして、今回ですね、その追い出しを求められている、被災者の方々と一緒にですね、この裁判を戦っていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。まず今回の、訴訟の概要について、少しお話をさせていただければと思います。皆様ご存知の方多いと思うのですが、今回原発事故の、ですね、後、避難区域外、から避難された方々に対しても、災害救助法という法律に基づいて、住宅が無償で提供されてきました。無償提供の、形態はいろいろでございまして、例えばその民間の賃貸住宅を、避難先の県が一旦借り上げてそれを被災者に提供するという、民間賃貸住宅の借り上げ制度というのもございます。あるいは避難先の、地方自治体の公営住宅、例えばここ東京であれば都営住宅ということでありますが、こうしたものを、避難先のですね、自治体と例えば東京都が避難者の方々に、供与するというタイプの、住宅の支援もあります。今回問題となっているのは、雇用促進住宅という住宅です。これはもともとですね、古く歴史を遡るとその観光労働者のですね、離職支援ということで、厚生労働省の、特殊法人、が行っていた事業であるわけですが、この雇用促進住宅というのがもともと震災前から、廃止するということが決まっていたんですが、最終的に全て売却が完了するまでの間、しばらくですね、今回建国となっている、独立行政法人高齢障害求職者、雇用支援機構というですね、雇用支援機構というふうにこの後言いますけれども、こちらの方で管理をするということで、既存の入居者に対する対応を行っていたものです。で、震災がと原発事故がありまして、多くの方々が避難する中で、国はですね、もちろん、先ほど申し上げたように民間の賃貸住宅を借り上げるとかいろいろな対応を取りまして、被災者の方々への住宅提供を行っていたわけですが、その一つとしてこの雇用促進住宅、というものを、厚生労働省がですね、機構に指示を出しまして、これを被災者のための、住宅の供与の一環ということで被災者に無償で、提供するということが行われました。これが今回問題となっている、雇用促進住宅というものです。で、この雇用促進住宅における住宅の提供というのも、その後ですね、災害救助法に基づく住宅の提供、いわゆるみなし仮設といわれるですね、応急仮設住宅の提供として取り扱われることになりました。で、したがってですね、大変残念なことであったわけですが、2015年の6月に皆さんよく覚えていらっしゃると思うんですが、自主避難者向けの、住宅の提供をこの3月、この2017年の3月に打ち切るということを福島県が、国と協議の上ですね、発表しました。したがって、自主避難者向けの住宅供与というのはこの3月に打ち切られてしまい、それに伴ってこの雇用促進住宅に避難されていらっしゃった方々へのこの雇用促進住宅の供与というものも、向こうのですね、主張によれば、この3月で打ち切られたと。したがって、この3月以降の4月以降ですね、この2017年の4月以降の被災者がこの住宅をそのままですね、占有し使用していることが不法占拠であるということで、雇用支援機構が被災者の方8世帯を提訴したというのがこの裁判であります。原告となっているのはこの雇用支援機構なんですが、実はもう雇用支援機構はすでにこの雇用促進住宅を第三者に売却することを決定し、売買契約が締結され、すでに引き渡しの期限も過ぎております。したがって今の雇用促進住宅の持ち主はこの雇用促進支援機構ではなく、これはちょっとややこしい話なんですけれども、
東日本賃貸サービス合同会社というですね、アメリカの住宅系の投資ファンドの日本子会社が、この東日本の雇用促進住宅を一括で買い受けておりまして、ここが現在の、今の雇用促進住宅の所有者ということになっております。この訴訟、なんですけれども、私たち、実際にですね、この明け渡しを求められている、皆さんから相談を受けですね、大体5月ぐらいからですかね、ずっとですね、どういうふうな対応をしようかということを相談してきました。で、最終的に訴訟を提起されたということなんですけれども、しかしですね、これまで私たちがずっと長い間、主張してきた通り、なぜ今の段階でこの住宅の支援というのは打ち切られなければならないのかと。避難生活は長くなり、避難している方々の状況様々です。でそしてまた避難者の方々が、震災地に住んでいた、福島県、特に中通りの、放射能汚染の状況というのはまだまだ続いているという中で、なぜ今無償住宅の供与が打ち切られ、帰還することを求められなければならないのかと、それはおかしいのではないかということを、ずっとですね、この8世帯の方々から、お話をお伺いし、私たち一緒に8世帯の方々とですね、今回の裁判を、戦っていこうというふうに思っております。訴訟の、論点としては、来週第1回の口頭弁論期日がありますので、ちょっと論点といってもですね、今から訴訟始まるところということになりますが、訴訟の論点としては主に2つ、あります。一つはやはりこの2017年3月末での住宅の提供の打ち切り、これが違法ではないのかと、このですね、今回のケースのやや難しいところは、実際この住宅を供与していたのがこう独立行政法人ということで、国とかですね、あるいはその地方自治体そのものではないと、いうことです。で私どもこの間明け渡しを求めていた、明け渡しを求めてきた機構との間で、ずっとですね、書面でああでもね、これもいくつかやり取りがあったんですけれども、いや打ち切りはおかしいじゃないかというですね、私たちからの反論に対して、機構はですね、こういうふうに言うんですね。いやその皆さんの避難は確かに、もしかすると、それは、支援しなくちゃいけないのかもしれないと。しかしそれは国や東京電力がやるべきことであって、独立行政法人である私たちは国とは別の法的主体であって、私たちには何の責任もないんだと、まあ、こういうことをこの支援機構は言ってきております。しかし実際にですね、支援機構が雇用促進住宅を被災者に提供してきたというのは、何を別に善意でやっていたわけではありません。厚生労働省から、きちんとですね、このような形で被災者に、雇用促進住宅を提供しなさいという通知を受けて、まさにこう国の避難者支援政策の一環として、この支援機構がこれまで被災者に対して住宅を提供してきたわけです。したがって今回ですね、この国の避難者支援の一環として行われてきたことが打ち切りの段になってですね、自分たちは知らないよと、そんなの国に文句言ってよというのはやはりおかしい。国が、今回、支援を打ち切ったということがもし違法でありおかしいということであれば、当然今回機構が避難者との、関係を打ち切って出ていけという訴訟を提起するのもおかしいだろうと思っております。これも皆さんご承知だと思いますが、原発事故子ども被災者支援法という法律が2012年6月に成立しました。この法律はですね、支援対象地域というものを定め、この支援対象地域に住んでいる人も、また支援対象地域から避難された方についても、こうした選択を被災者が自分たちでできるように、いずれの選択も適切に支援するということを定めております。そしてその避難者について言えば、国は、避難者に対してその住宅の確保に関する施策を講じるということを国の義務として明確に定めています。で今回8世帯の方々、避難元は実はいろいろなんですけれども、皆さん中通り、地方、この支援法に基づく支援対象地域というのになっている、地域からの避難者です。したがって今でも国は支援法に基づいて、この今回被告とされたですね、8世帯の方々に当然住宅の確保を支援すると、そのような義務があるはずなわけです。それをですね、一方的に3月末が来たからもう出ていける、力
かもそれを裁判で強制するというのは明らかにおかしいだろうと。この3月末での住宅支援の打ち切りというものの違法性をまずは正面から争っていきたいということを考えております。これが1点目です。でもう1点ですが、実はですね、この雇用促進住宅の供与というのは非常にですね、いい加減で曖昧で管理されていない状態で行われております。今回支援機構が、被災者に対して明け渡しを、その建物の明け渡しを求める根拠としているのが、こういう理論なんですね。被災者と機構との間で6ヶ月ごとという期間を定めた契約を結んできました。使用対借契約っていうんです。まあ、細かいことは法律の方がいいんですけども、この6ヶ月ごとという契約が2017年3月末をもって満了したので期間が過ぎたのだから出ていけと、このようなことを訴状の中で支援機構は主張しています。ところが実際にこの8世帯の方、まあ、8世帯だけじゃなくて雇用促進住宅に入居していらっしゃる方皆さんだと思うんですけども、6ヶ月ごとに更新したとか2017年3月末に出ていきますという合意を機構との間でしたことはありません。今回機構からさまざまなその訴状で主張と書面、書書をですね、証拠資料が出されておりますけれども、そういった証拠資料の中にも2017年3月末で出ていきますよ、それまでに明け渡しますよという合意をしたという証拠は一切ありません。したがって機構は期限が3月末までだったというふうに言って、これは民法上の問題だから明け渡せというふうに言ってるわけですが、そもそも機構の主張の根拠となる約束、期間の約束、6ヶ月ごとに更新で17年3月末で出ていきますよという約束自体が存在しないわけです。非常にある意味雑にいい加減に管理されており、そのようなかなりあやふやな根拠のない主張に基づいて今回の提訴がなされております。で私たちはですね、この非常にいい加減な、支援機構による雇用促進住宅の供与と、いうことをですね、きちんと、訴訟の場でですね、追及し、なぜ3月末に出ていかなくちゃいけないかと、その法的根拠がないではないかということをもう一つ裁判の大きな柱として、機構に突きつけていこうというふうに考えております。でいずれにしろ裁判始まりますので、21日、1時半から、まあ、お越しくださいと言っても、ここの方々は皆さん東京に近辺に おいでだと思うんですけれども、またですね、山形の方でさまざまな形で、アクション、あるいは弁護団からのですね、ブリーフィング等を予定しておりますし、引き続きこの件のですね、進捗について皆様にご報告していきたいと思っておりますので、ぜひですね、皆さんこの裁判にご関心をお寄せいただき、被告というふうにされてしまった被災者の方々、避難者の方々をご支援いただきますようお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。続きまして、当事者からの報告ということ、皆さん実はですね、今日急遽呼びかけてこんなにたくさんの皆さんが来てくださるとは思わず、資料が足りなくなってしまいました。で今コピーに走って、資料が到着したのかな、まもなく到着すると思います。到着したようです。後ほど、じゃあちょっと資料がないという人手を挙げていただけますか。この資料はそれは資料の一部なんです、はい、この表紙にプログラムがこのお家の絵が右肩についているのが資料なんです。じゃあすいません、ちょっとスタッフの皆さん配布していけば、この前の方の皆さんも資料がないそうです。はい、後ほどまた受付に置いときますので、万が一資料がないっていう方はお帰りの際にもお持ちください。はい、すいません、今日は急遽、企画したものでいろいろ不手際申し訳ありません。それではですね、当事者からの報告ということで、武田徹さんお願いいたします。皆さんこんにちは、武田徹と言います。76歳です。本来は
住定年で悠々自適の生活をするはずが、原発事故によって、2011年の3月12日福島から東京に逃れ、その後新潟の村上に逃れ、その後米沢に来て今に至ります。私は、この気候のやり方は、巨像がアリを踏みにじる踏み殺すようなそういう声だ。で、気候はテレビで言えば悪代官で、我々は山にいた一種の百姓役ですかね、原告ではありません。あ、そうなんです、我々は被告人です。で、福島から3万6000人ぐらい今、避難しているんですけれども、その人たちの気持ちを私が代弁したいと。みんな同じ気持ちだと思います。3月いっぱいに突然打ち切られて、その後の生活はみんなギリギリです。経済的にギリギリです。パンクしそうです。自信した人もいます。これからそういう人たちが私はどんどん出てくるんじゃないか、そういうふうに考えています。気候はみんな金払ってんだから、我々はそれに合わせる、それが公平だって言ってます。だけど3月いっぱい打ち切ったっていうことが、それが間違いであって、我々8世帯に合わせるのが正義だと、すなわち住宅支援を再開すべきだと、これ以外に答えはないと、これは8世帯の問題ではないと、避難者全員を救済しろと、そういう、考えでおります。今日出かけに山形新聞見たら、どうして助けられないのって横田さんの、記事が載ってました。40年だそうです。40年経っても助けられないと。我々7年目ですけど、同じじゃないですかね、これね。こんなバカな話はないと。で、日本中に避難しているんですけれども、私はなんでみんな裁判を受ける権利っていうのがあると、なんで裁判を打たないんだと。日本国憲法が蹂躙されたのは、結局国民一人一人が国民憲法を自分のものとして最大限活用する、それをやんなかったツケが回ってきたんだと、私はそんなに思っています。ですから憲法にのっとって我々言ってるのは当然であって、国とか機構とかがやってるのは間違いだと、間違ってる方が直せと、そういう、考えております。で、当たり前の人たちなんです。今日これから読みます。どういう人たちが今回訴えられたのか、これぜひ聞いてください。これ日本人みんな同じだと思うので、ぜひ聞いてください。これ40代の女性です。私は2011年12月に原発事故の影響から逃れ、福島市から米沢市に避難しました。福島に住んでいた時は夫婦で働き、子供2人とごく当たり前の生活をしていました。親と子供たちと接する時間もあり、経済的にも精神的にも満足した生活をしていました。2011年3月11日の原発事故で全てが変わってしまいました。夫は子供の被爆を避けたい、私は将来子供たちに何かがあって後々何かを言われるようなことはしたくないと避難を決意しました。子供たちが鼻血が出たり、日に日に体力を落ちてきているのを感じました。それで同年2011年12月に米沢に避難しました。米沢に避難してから生活を一変しました。夫は朝5時に起床して福島での仕事に向かいます。遅い時間に帰ってくると疲れているせいか、食事が済むとすぐ休んでしまうし、以前のように子供の話を聞いたり逆に相談を受けたりする時間はほとんどなくなりました。主人は一度米沢で仕事を探し、採用が決まりました。今の職場からぜひ残ってほしいと懇願され残ったのです。仕事帰りは疲れて途中で休むこともよくあるようです。私は福島では母の助けを借りながらフルタイムで正式の職員として働いておりましたが、米沢ではパートで賃金も大幅にダウンしてしまいました。子育てはしながら母の助けがなければフルタイムは無理です。子供たちは高校2年と中学3年ですが、避難した当初は環境の違い、言葉先生、同級生、食べ物などの違いで慣れるのに大変時間がかかり苦労したようです。家族の健康状態ですが、夫は持病で月に1万円ほどの支出があります。私は福島時代は健康でしたが、数年前には原因不明の菊池病と診断され治療を受けております。この7月には
意識混濁となり、立って歩くのが困難になり、1ヶ月半入院しました。入院費用も約20万かかりました。現在も定期的に菊池病の治療とリハビリに通っています。子どもたちは2人とも甲状腺検査で A2 と診断され、今後が心配です。ここの冬は厳しく、特に季節の変わり目は風邪を引きやすく、引くと長引きます。家計は火の車です。長女はシンガポールへの修学旅行で帰ったところですが、月2万4000円の積み立て、パスポートなどの諸費用3万円、それに小遣いと大変な出費でした。それに長女は吹奏楽部の部長を務めており、リード代とかで何かと出費がかさみます。次女は一人通っており、月1万6000円ほどかかります。この10月の家計は収入約23万円、支出も等額で貯蓄などはとても無理です。わずかな蓄えも私の入院でほとんどなくなってしまいました。こういう状態で家賃を払うと生活はできなくなります。私は現在、雇用促進住宅の自治会の班長、夫は副会長をしており、家賃を払っている、払ってないなどのいざこざはなく、団地内は仲良くやっております。新しくできたコミュニティを大切にしておりますし、壊しつつありません。生活が厳しいなら、福島に戻ったらいいと言われるかもしれませんが、住んでいた家は引き払ったので、帰れるうちはありません。それに福島は安心安全を宣伝し、除染も済んだので帰還するようにと言っておりますが、私は原発からの汚染水は止まらず、デブリの取り出しはいつになるか全くわからない状態で、とても安心安全だとは思えません。それに福島にはホットスポットがまだまだありますし、万が一の避難計画もありません。3月いっぱいでの支援付きには全く納得がいきません。避難者の意見を全く聞かず、打ち切りを決めてしたことに強い憤りを感じます。家庭の事情はそれぞれ違います。一律での打ち切りは明らかに間違いです。支援を再開してほしいです。これは山形にいる2000数百人、いや全国に散らばっている全ての避難者の願いだと思います。払えるものは払えない、払えないものは払えない、戻れないものは戻れないという意見なんですが、これ全く当たり前の生活をしている一母親の意見で、全国的にほぼ同じような意見が寄せられるだろうと思います。ぜひ、我々と一緒に団結して頑張ってほしい、頑張っていきたいと思います。以上です。